おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、君が死ね、多数決デスゲーム、続きやっていきたいと思います。前回、今回のメインゲームのね、ルール説明とかをしたんですけど、必ず、最低二人は死ぬっていう状況下で、ピリピリとした空気で、話し合いが始まったっていうところですね。役職が確か、4つあるって言ってたよね。ちょっとルール確認してから始めようか。ルールブック1。多数決により予選投票では5名を選出し、決選投票では1名の犠牲を決定しなければならない。平民能力なし、鍵盤、犠牲に選ばれると全滅。身の代、投票権が2枚あるが、犠牲に選ばれた時のみ勝利。なるほどね。で、私の、まあ、サラちゃんの役職が鍵盤なので、犠牲に選ばれてしまうと全滅してしまいます。なので、絶対に選ばれてはダメっていうことですね。はい。じゃあ、早速、やっていきましょう。じゃあ、どうしようかな。九太郎さんから話聞いていこうかな。最も怪しいやつ。そして、協調性のないやつを選ぶしかないがや。で、そうくんは？先に僕に一つだけ言わせてほしいことがあるんだ。選ぶか。はい。ありがとう。それじゃあ、少しだけいいよね。対話展開。緊張しちゃうけど、言うね。実は僕、鍵盤なんだ。はあ。嘘ついてんな。選ばれないために鍵盤って、言ってるってことか？それとも、賢者？いや、違うか。どうなんだ？え？黙っておくべきか悩んだけど、全滅だけは避けたいから。ソウさんは、何を言ってるんだ？カギ番は、私だ。本当か？本当なんだよな。他に名乗る奴がいねえなら、信じてもいいんだよな。いや、ダメよ、本当に。私が鍵盤、だって、私が選ばれちゃダメだから。待ってください。私が鍵盤です。なんだと？鍵盤が、二人？へえ、そう来るんだ、サラさん。それは、こっちのセリフです、ソウさん。ポエミーの説明では、鍵盤は一人。君がこんな嘘をつくなんて思いもしなかったよ。どうなってるんですか？どっちかが嘘をついてるんですか？わけわかんねえよ。まあまあ、落ち着こうか、みんな。いいかい？カードに書かれた役職が重要になってくるのは決戦投票からだ。まずは、怪しい人間を探すことが先決さ。本当に、誘拐犯側の人間が潜んでいるかもしれないし、ね。ソウさんの考えが読めない。けど、今はこれから行われる話し合いに集中するしかない。なるほど。これ展開変わっちゃったりするのだろうか？じゃあまず、次に九太郎さんの話か。聞いてみよう。選ぶしかないがやと。俺の中ではもう決まってる。え？恨むなら恨め！俺は、ゴンベイ！お前さんに投票する！ふん。それがどうした？なんだと？好きにしろ。バカ！何言ってんだよ！それじゃ、死ぬってことだぞ！バカはお前らの方だ。もう少し考えるんだな。どういうことですか？この投票は、一点に集中させちゃまずいんだ。ええ、これは予選投票です。満場一致でゴンベイさんに投票した場合、決戦投票の選択肢が、ゴンベイさんだけになっちゃうのか。もしゴンベイさんが身の代か鍵盤だったら、全滅かよ！そもそも役割のカードは
僕らが自由に選択したわけじゃないよね。誘導されて拾ったもの。誘拐犯が一番信頼されていないゴンベイさんに特殊な役割を与えて楽しんでいる可能性はあります。さーて、大混乱タイムだ。俺はお前らの慌てっぷりをじっくりと見させてもらうぜ。くそが、こりゃ思った以上に意地悪なゲームだね。俺たちは生き残るためになるべく5人の候補者を作らなきゃいけない。5人も疑うのかよ。最悪だ。重苦しい空気が場を支配していく。やれやれ、最初の威勢はもう尽きたか。俺が話題を作ってやるよ。指導員サラ、俺はお前に投票する。返す言葉はあるか。え、待てよ、サラは俺たちのリーダーみたいなもんだ。何を根拠に。なら、こいつの行動に怪しいところはないか、話し合ってみようじゃないか。対話展開。初めから怪しいと思っていた。単なる女子高生がリーダーになっていることがな。サラちゃんはほとんど複数人で行動してた。怪しいこと、できないんじゃない？他の方ならともかく、サラちゃんを疑うなんて最低です！サラ、言い返してやろうぜ。ゴンベイさんは逆恨みしてるだけだ。やれやれ、お友達が多いんだね。かかってこい、指導員サラ。討論しろってことかな。セーブしよう。で、まあ引き出すか、まず。他の奴らを従えられた理由も見抜いたぞ。どういうことです？お前だけが武器を持っているんだ、唯一な。武器、ですか。そうだ。お前はこの館の武器という武器すべてを所持し、優位に立っている。この独裁者め。は？新しい発言を引き出せた。これに反論できればゴンベイさんも黙るはずだ。ちょっといろんな人の発言引き出そうか。怪しいことできないんじゃない？やれやれ。あの人だいぶ頑固そうだね。反論できる明確な証拠をぶつけた方が良さそうだ。ジョー君。前の時みたいに証拠叩きつけてやろうぜ。あ、任せろ。かっけー。アイテムを選択する際に説明文をタッチしますと、2ページ目を読むことができます。なるほど、オッケー。他の方ならともかく、ピンポーン、ちょっとお待ちくださーい。はい、すいません、ちょっと宅配便が来てました。サラちゃんを疑うなんて最低です。悔い改めてほしいです、あの人には。落ち着いてください、ナオさん。すみません。すごい過激派で、アイテムね、選択して説明文を押すとクリックできる。あ、予選投票で5名未満だった場合、その数で決選投票、1名だった場合は決選投票をせずに犠牲決定する。なるほど。ルールブックに、賢者、占いの力で鍵マンの持ち主がわかるが、占いの結果について嘘をついてはいけない。平民能力なし。あ、そうだね。オッケーオッケー。細長い箱？これは関係ない。破れた紙、やぶさめアリス。これか？これに反論できればだもんな。なんかのアイテム使うんだと思うんだけどな。細長い箱ってこれ何だったんだっけ？あれか、包丁の形してたんだよね、確かね。あ、これか？これぶつければいいのか？あ？ちょっと待ってよ。ちょっと、ぶつけてみようかな、これ。空箱ですよ、って。あ、これなんだ！これだ！これを見てください。ん？調理室にあった箱です。ご自由にお使いくださいと書いてあるのに、中身は空でした。それがどうした？跡が残ってるんです。包丁がしまわれていた跡が。何？包丁だと？そう。サラちゃんと調べた時にはもうなかった。何者かが持ち去ったんだろうね。調理室にはずっと鍵がかかってましたし、
サラさんが単独行動した時間はわずか。手に入れられるわけがないですね。何落ち着いてんのよ。誰よ、誰が包丁を。包丁は誰に持ち去られたか。それはとても重要だ。それは今関係ない。すべてを証明する必要はない。それは今関係ありません。関係ないわけ。大事なのは、私が武器を独占していないということ。決して力によって得た信頼ではありません。これでいい。相手のペースに飲まれてはいけない。何よ、いい気になっちゃって。もういい。俺は喋らない。もうこれずっと岡幕長のまま喋っていいかな。もういい。俺は喋らない。ちょっとこれ違うな。お前ら、信頼する仲間同士で疑い合えばいい。そうだ、喜ぶ暇はない。ゴンベイさんが黙れば、自分たちで話を広げるしかないんだ。進展。何を話せばいい？私たちは、誰を疑えばいいんだ？俺は、覚悟を決めたぜよ。九太郎さん。黙って終わるのが、最も愚策じゃ。だから言う。これまでの探索や話し合いで、足手まといや力不足を感じたやつ。カンナ、ギン、ナオ。お前ら三人じゃ。そんな。ふざけんな、てめえ。ちょっと力があるからって、自分は選ばれねえとでも思ってんのかよ。なら俺に投票すればええがや。な、しっかりお前さんの意思で投票しろ。俺が不必要なら、責任を持って殺せよ、レコ。それが、覚悟ってもんだろう。なお、カンナ、キン、いえ、自分の言葉で、お前たちの価値を、証明するんだ。私も、ちゃんと探索しました。ちゃんと見つけたんです。いろいろ、カンナは、ギン、黙ってちゃ、終わるんだぞ。まさか、死んでもいいなんて考えてる奴はいねえよな。まずいね、サラちゃん。九太郎は本気だ。どうしたら。引き出してあげるんだ。サラちゃんにしかできないことだよ。私にしか。そうだね。深く関わったサラちゃんじゃないと、証明できない。まずじゃあ、ナオさんから。確かに足を引っ張りました。でも、精一杯頑張ったんです。お願いです。私を切らないでください。死ぬわけにいかないんだよな、ナオちゃんは。三島先生のためにも。ナオさん、落ち着いてください。ナオさん、こんな時だからこそ落ち着いてください。すみません。少し冷静さを取り戻したかな。ギン。ヒュー太郎さんなんか怖くないぞ。大丈夫。サラ姉ちゃんがついてるぞ。何か話してみないか。ダメだ。ギンは黙ったままだ。何でもいい。話してごらんって言ってみる？ほら、こっち向いて。私には話してくれるだろう。ダメか。どっちでも無理か。ちょっとカンナちゃん。カンナは、サラさん。あ？なんだ、ソウ君。お前、カンナちゃんのことなんか、したんか？カンナちゃんになんかひどいことしたんだろう。怯えてるぞ、カンナちゃん。どうした？え？
だってあれだよね、一緒に探索っていうか休憩してたもんね、二人でね。なんか言われたんじゃない？どうしたんだ、カンナ。怯えているのか。怯えているのか、カンナ。いえ、カンナは。あ？カンナは、もう、どうだっていいんです。カンナ。選ばれたって、いいんです。カンナちゃん。ダメだよ。もう全部、どうだっていい。カンナ、何を言ってるんだ。カンナ。九太郎さん。俺は本気でよ、サラ。死にたがりがいたら許さねえぞ。ここで討論ってことね。ちょっと待って、その前にセーブしましょう。討論させるしかないわな。九太郎さんの発言をストックして、カンナちゃんにぶつけましょう。はい。カンナは別に、選ばれてもいいです。に、もう、いいんです。カンナは、もう、お姉ちゃんのところへ行きたい。バカなこと言うな、カンナ。もう疲れました。ふざけんが。こんな何も言わず死を望むだと。待ってください、カンナさん。それは本気ですか、演技ですか。カンナはもう何も言いません。好きにしてください。困りましたね。カンナさんは身の代のカードを引いたのかもしれません。身の代。選ばれないと生き残れない身の代。ゆえに一芝居打ってるのです。だが本気で死にたいと考えるには十分な動機もある。とりあえず選ぶのはなしだろう。投票されるために話し合いに参加しないか。カンナがそんな頭脳戦を挑むとは思えない。誰かが、入れ知恵でもしない限り。そうくんか。みんな、カンナちゃんの話題は一旦置いておこうよ。真意はわからねえしな。まず、銀くんやナオさんからも話を聞こう。その上で判断してみない？そうさん。カンナをかばってませんか。勝手に仕切らないでください。カンナをかばってませんかは、いや、かばいたくもなるだろ。勝手に仕切らないでください。僕は時間を無駄にしたくないだけなんだ。最後、やけっぱちで投票するのは嫌でしょ。ここは引くんだ、サラ。あいつらの弁明する時間を削るのは、ダメだ。突っかかっちゃダメだ。ここは引き下がろう。それに、サラさんが何と主張しても、僕はみんなを導く役目があるからね。だって僕は、鍵番だから。そうさん。とりあえず銀くん、君からじっくり話を聞かせてくれないかな。にゃそうだが、銀、男だろ。しっかり喋るぜよ。進展。銀は怯えてるんだ。お前らみたいなガサツな男どものせいでな。時間がないんだ。銀、お前がみんなの役に立ったってことを証明するんじゃ。銀くんはシュレッダー一生懸命頑張って組み合わせてたでしょ。役に立ったよ。多分頑張ってくれてたと思うよ。足を引っ張るような奴は遅かれ早かれ死ぬ運命じゃ。それは俺だって、お前さんだって同じことだろう。今は大人も子供も関係ねえ。九太郎さんは本気だ。本気でぶつかってきてくれてるんだよな、本当に。サラもなんとか言ってやってくれよ。レコさんは
銀の行動で何か思い出すことはありますか？そういえば、銀が2階の部屋を探索してた時に、すごいもの見つけたって言ってたぞ。一体何を？銀は震えている。優しく話を聞き出す。黙って目を見つめる。銀、大丈夫だ。君がここで見たものや気づいたことを思い出してみようじゃないか。心を閉ざしている。黙って目を見つめる。銀。ダメか。厳しくしてみる。銀、男の子だろ。私は君が頑張ったことをよく知っている。勇気を持って話すんだ。いや、ダメだよな。そうだよな。これは、討論。いや、討論？討論かな？レコさんの発言を、ヒュー太郎さんにぶつける？か。はい。銀、見せてやれよ。2階の部屋を探索してた時に見つけたすごいもの。すごいものかじゃ。僕、そんなの、知らないにゃん。なんだって？レイコ、お前さんの態度は立派じゃ。だけどな、嘘ついてまで守るのは違うんじゃねえかや。あんぐ、違う。俺は、私は、嘘なんて。代わりに誰かが死ぬんだぜ。お前さんが死ぬか。ちょっと待てって。うわ、レコ姉ちゃん。銀を奮い立たせないと。優しく悟そう。銀、本当のことを言うんだ。レコさんを守ろうよ。言われ放題じゃ悔しいだろ。悔しい。悔しいにゃん。でも。意気地なしのガキぜよ。それでも男かよ。進展。セーブします。話し合いは均衡したまま平行線をたどっている。どちらかに針が触れなきゃ、この均衡は崩れない。均衡絶線の説明を聞きますか？聞きましょう。何ですかそれは？発言者はそれぞれ同時に発言をします。片方の意見に肯定か否定を選択することで意見が変化します。はあ、え？片方の意見に肯定か否定を選択することで意見が変化。うまく話が進めば均衡は破られ、次の対話へと発展するでしょう。なお、時間制限はありませんが、選択できる回数は限りがあります。黙っている人間に、誰も手を貸さんぞ。いな！いいえ、私が手を貸します。九太郎さんの好きにはさせない。そんなんガホゴってもんぜよ、サラ。ダメか。それは違うぞ、銀。何がにゃ？確かに、あ、そうだよな。まあ、これは肯定するってこと？九太郎さんの言う通りだ。銀、何でもいい。話してくれ。だって、僕は。子供だからって特別扱いはしねえ。僕は何も見てないにゃん。いな！本当か？レコさんが言った言葉は全て嘘だったのか？違うにゃ。でも僕は何も。銀、嘘をついてるんじゃねえか。レコ姉ちゃんの勘違いには。いな、勘違いなんかじゃない。銀、どうしてそこまで。僕はあんなもの信じたくないだけは。僕、あんなもの出して困らせたくないにゃ。困らせる？
誰かをかばっているのか。一人で思い悩むな。一人で思い悩むな。銀、一人で思い悩んじゃダメだ。いや、サラ姉ちゃん。私は銀を信じる。どんな変なものが出てきても、私が何とかしよう。わかったにゃん。筋肉ゴリラに、レコ姉ちゃんが怒鳴られてイライラしたにゃん。言っとくがゴリラは褒め言葉だよ。僕も、サラ姉ちゃんを信じるわ。あ。僕、二階にあったシュレッダーってやつから、細切れの紙を組み合わせようとしてたにゃ。ところがわ、中身をよく見ると、手でちぎった紙も入ってたにゃ。そこに、書いてあったわ。サラ姉ちゃんが、殺人犯だって。あ。え？はぁ？何を言うとるんじゃ！九太郎さん、ドラナ、ど、九太郎さん、怒鳴らないでください。しかし、どういうことだ？詳しく聞いてみないと。どういうことだってばよ。いや、でもまあ時間もいい感じなんで今日はこの辺で終わりましょうか。いいとこだな、くそー、悔しい。ご視聴ありがとうございました。私ってか、まあ、私が見る限り、サラちゃんは何も悪いことしてないと思ってるから、サラちゃんが殺人犯ってことはないと思うんだけどね。何、過去の話でもしてる？過去になんか悪いことでもしたんか？いや、それだったらさ、ジョー君が知ってるはずじゃんね。だから、やっぱりその殺人犯っていうのは、間違いだよね。絶対に。なんとか、それを晴らさないといけないね。ってことで、また次回に続きます。おつぴよでーす。